っちゃうでー。はい、ついにね発売されましたんで、買ってまいりました。これね、いやーもうね、正直ね、もうどのメンバーがね、早く出してほしいか、写真集をね出してほしいかってね考えたらね、もうこの人にね最終的に行き着くと思います。はい、今泉ゆいさんの、写真集でございます。ファースト写真集、まあファースト写真集って言ってますけども、今泉ゆいさんは個人でね、個人で DVD も出してますんで、なので個人の作品としては2作目になるわけです。はい、という感じで、まあユーフーの日常をね経て、2作目がついにね、待望の2作目が出ました。はい、という感じで、開けていきましょう。うん、で今回のこれは、楽天かな、楽天だっけ、ロッピーだっけ、ローソンの多分限定版なんですよね。うん、僕限定版には目がないんです。限定版って言われたものは別に興味がないものでも買っちまうんすよね、っていう感じで、このペーちゃんの方のね、これも確かセブンネット限定版でした、という感じで、はい、限定版には目がない僕がこの今泉ゆうさんのも限定版を買っちまいました。はい、で今回これね、なんか毎回写真集にはなんだっけ、ポストカードみたいなのが入ってるみたいな表記があるし、まあ毎回入ってるんだけど、これにはその表記がないんですよ。そのポストカード入ってますみたいな。なんでちょっとこれ開け損かなと、開け損っていうか、まあこれ動画で紹介する意味がねなくなっちゃう気がするんだけど、まあ開けていきましょう。その中身の感想もね述べていきたいなと思うんで、いやーついに出ましたね。まあ卒業記念 だろうけど、いや皆さんね、このね今泉さんのね写真集ね、皆さんほんと首とあそこを長くしてね待っていたんじゃないかなと、思います。ちょっとね、はい、こういう感じで、あ、言っとくけど今の発言とかね、多分今後の今この動画の発言ね、多分ちょっとね語弊があって皆さんね勘違いで、ね、する人も多いと思います。だからね事前に言っておきます。この動画ね本当に今の発言とかはいやらしい意味で言ってますんで、はい、という感じで、あれ開けづれえなーマジで、今日の開けづらい。ちょっとハサミとかないかな。あ、でもちょっとこっから下映せないんですよ。なぜかというとこっから下何も着てないんで、ちょっと準備をねしてるんでね、ほんと準備というかハサミがあったな。はい、という感じで、ちょっとこっから下履いてないんで、ほんとすごいねスリルをね味わうための動画なんでね、僕がですよ、視聴者がのスリルじゃなくて、僕が映るか映らないかのギリギリを攻めるというね、なんともダルトクなねことをやってるんでね、ほんとマジで。いや今回のこの写真集、おえやっと開けた、よかったよかった。で、はい、こんな感じですね、写真集が、はい、開きました。はい、という感じで、うん、おーいきますね。はい、帯も見てみましょう。はい、なんて書いてるな、ちょっとごめん反対側だから読めねえわ。はい、あ、今回のこの写真集は、ポストカードが入ってないっすね。ポストカード入ってない代わりに、なんかアザーカットミニブックみたいなやつの応募券はついてくるみたいな感じですね。はい、という感じで、あれ、せっかくだから俺どこだっけ、どこやったっけな、うん、ちょっとなくしちゃったけど、なくしたというか、あるんだけど、このペーちゃんの方のね、アザーカット写真集持ってるんで、ちょっとここでぜひ紹介したかったんだけど、ちょっと今ね、こっから下がね、裸ということもあって、ちょっと移動できません。はい、という感じで、ポストカード入ってないんだけど、ちょっと中身見てみましょう。じゃあ、うん、せっかくなんで、せっかく、うわ、めっちゃ日が当たってね、僕のこの肌ね、ただでさえ白いのに、すごいもっと白く見えちゃうけどね、まあそういうことはいいんですね。見てみましょう。いや、やっぱね、この子はね、可愛すぎるね。ほんと。やっぱね、一番アイドル向きだったのに、やっぱね、もっと頑張ってほしかったんだけども、まあ、やむなくしてやめたんでね。まあ、この子のね、決めたことなんでね、僕が何をね、どれくらい、あれこれ言ってもね、この子のね、意向は変わらないんでね、ほんと、誰得でね、全く生産性がないんだけど。ああ、もうね、今なんだけど、もう僕のアマゾンはね、ロッピーです、ほんと、マジで。何を言ってるか分からんけどね。はい。あ、いいね。うん、まあこれはいい写真集だ。うん、まあどういいかはね、ほんと人それぞれなんだけど、
まあ本当これはティッシュがね、うん、ティッシュが必要ですね。はい、ちょっとやばいですね。はい、僕まあやばいってね、まあ本当あれがやばいんだけどね、ちょっと何を言ってるか分からないけど、はい、という感じで、特に何も言うことがないんで、はい、バイバイ。おー